タイトルにもあるように、人は使って使われてで社会が成り立っています。そうやって聞けばなんて嫌なやつなんだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら事実です。この考え方をすることで少しでも人間関係で悩んでいる人が楽になればと思いお話ししていきます。最後までご視聴お願いします。多くの社会人は会社に勤めて給料をもらい、そこから生活をしています。給料を家庭に入れる方、趣味に使う方、娯楽に使う方、様々いらっしゃるかと思います。その給料をもらうために我々は働き、同僚や上司を使って使われながらをして働いています。使って使われてというのは言い換えるとギブアンドテイクです。社会人の皆さんは会社に使われて、その報酬として給料をもらっています。ギブアンドテイクです。同僚に何かお願いされたら、こちらも何かお願いをし連携していく。ギブアンドテイク。コンビニで何かを買うためにお金を払ってその商品を手に入れる。ギブアンドテイク。世の中ほとんどの物事がギブアンドテイクで成り立っているんです。皆さんの周りで嫌な社員はいますか？辞めてしまえばいいと感じていますか？嫌な職員が辞めることにより精神的に安定は得られたけど、高給数が減ることにより仕事量が増え、身体的に負担を得てしまう。その結果体を壊してしまい、辞めざるを得ない状況になってしまった。これもある種のギブアンドテイクです。辞めてしまえばいいと思うのは楽なんですが、そういった時は目先の嫌なやつという点にフォーカスを置いてしまい、その先の負担のことについてはなかなか考えられないのです。じゃあその嫌なやつの性格を変えればいいのか？それも無理です。相手の性格を変えるというのは、その相手に何か大きなきっかけがあって本人が変わるものであり、誰かが変えるとかそういったことはできないのです。じゃあどうするのか？自分の考え方を変えるしかないんです。人は嫌なところに着目しがちですが、必ずいいところというのはあるのです。探してみてください。探すということは今まで感じていた一方的な視点ではなくなります。多角的なところからその人のいいところを探してみると、今まで自分が相手に持っていた印象が少しずつ変わるかもしれません。印象が変わるとギブアンドテイクもしやすくなるし、ねぎらう気持ちも向上してきます。僕の場合、過去に残業で残っていた同僚や後輩にコーヒーやジュースを差し入れとして渡してきました。これは自分の評価を上げるためではなく、相手のねぎらいとして、余計なお世話と思っていたかもしれませんが、これは父親が結構前に言っていたことを僕が知っているだけです。コーヒー一本でも渡してあげて、また頑張ろうって思ってくれるならそれでいい。何もいらない。使って使われて、ギブアンドテイクには相手をねぎらうことが大切です。つまり、ギブアンドテイクはねぎらいです。その気持ち、皆さんも忘れないでください。